皆さんこんにちは、ゴルフインストラクターの石井信夫です。今回もですね、M トレーサーを使いましてデータを分析していきたいと思うんですけれども、今回もゲストは中西哲夫さんにお尋い,いします。よろしくお願いします。ます前回ドライバー編に続きまして、今回アイアンということなんですけれども、どうですかね、ドライバーに比べるとアイアンっていうのはのまああの、やっぱり安定感とスピン量の部分でバランスがあるんで、はい、そこは何とかしたいと思います、ね、そうですね。はい、アイアンで あのご自身おっしゃってた通り、少し外から入るっていうのってその最下点が結構左に移動するんで、ボールには結構あのコンタクトしやすいそす、ね。そうですね。はい、上からクラブ入れられるっていうじゃ、はい、まあコンタクトしやすいと思うんです。ちょっと早速け計測してみて、はい、数値を見てみたいと思います。お願いします。 やはりそのバックスイングの軌道よりも少し外側を通って、うん、でドライバーに比べると少しこの内側に来るのが早いですねアイアンですからやっぱりこうしっかりダウンブローに打つと意識がまあこうなるんでしょうけどもう、まあね、そうですねですからここは実はもうちょっとこれをやはり内側を通ってくるとしっかりこうインサイドから叩けるんで,す、ね、ですねやっぱ課題はドライバーと似てますよ、ね、そうですね。 ダウンブロー11度、やはりかなりその外から入ってるんですねボールにコンタクトしっかりできるんですけれどもやはりそのスピンがあの,スピンの軸が斜めに右側になってしまって、ねはいはい、右に大きく切れていくというあと、飛距離もちょっとロスしてしまうと思うんですよね,そ,すね、はい、そしてこの回転のところなんですけれどもやはりここも大きくパックスイングで84度右に回転していますから。はい やはりそのアイアンはやっぱりもうちょっとこうローテーションを抑えたいんですねそうですね、はい、そのフェイスのローテーションを抑えてそのしっかりターゲットを飛ばしていくっていうところなんですけれども、はい、プロのデータとまた比較してみたいと思うんですけれども菊地、うん、エリカプロのデータを、うん、はい見てみたいと思います彼女このトップの位置から少しだけキャストこういう戻す動きが入るんですけれどもこの後 とクラブを立ててくるんですよかなり早い段階で内側を通ってきますからこれだとしっかりこう内側から打てるんですねはい数字に言い訳できませんからねこれそうなんです数字は嘘つかないんで間違いないですねでも実際そのこの数値がしっかり変わってくると球筋にも絶対現れますからそうですよねそうなんですよ では早速練習方法を1つやっていただきたいんですけれども、はい、アイアンなんですけれどもティーアップした状態で打っていただきたいんですね、はい、でティーアップした状態でティーを触らないように打っていただきたいんですよ<ー>体重をこう左側に来ないようにボールの右側ですね<ー>こうやるビハインドザボールボールの右側でしっかり捉えるー、はい、でボールだけ捉える意識を持つことでダンブルの数値が減っていくということなんですね、はい、腕をししっかりこう伸ばしてあげるっていうとうころも追加で やっていただくと、じゃあ、もう一回やってみましょう、はい。はいはいはい、そうですね。今、は結構、しっかりクリーンな音がしました。うん、はい。先ほどの。一発目よりも、少し、この、外から来る、うん、上から。クラブがこう、キャストしてしまう動きが、少しこう、狭いですね。はい。 でダウンブローも十一から減ってますから、ね、こよっから見るとこれぐらいこう上から<ー>来てしまってるってことですから、まあでもここら辺がこういうドリルによって解消されていくてとな、ね、大き明こかにちょっと変わった感じがしますね。いかがでしたでしょう。本当にドライバー同様一目瞭然というか、はい、数値とこのスイングワークの軌道を見て、うん、あ絶対もうこれ直さなきゃいけないものなんだなってことを分かったことが大きいですし、あ、はい、これが正解だっていうことを。うん 教えていいいたただですか石んに教えていただいたことをやれば直せるっていう確信が湧いたんでこれは本当にあざむしですからこれしっかりまたご自身でチェックしていただいてこの機会があればできますからねそうなん一人でもしっかり練習できますからまた今度見せてもらって変化をあるのかどうかぜひチェックさせてくださいお願いします今回アイアン編ということだったんですけれども次回はパッティング編ということで。これも楽しいパッティングあの まあショートゲームですから、うん、ディフェンス力です。あ、大事なところですね。はい、次回パッティング編ということでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。